ヘルパリムヘテマイは、ユーゴスラビアスケンデライ出身のサッカー選手。セリエ A のベネベント・カルチョに所属。ポジションは MF。幼い頃にフィンランドへ移住し、現在はフィンランド代表としてプレーしている。実定のメフメトヘテマイもサッカー選手で、フィンランド代表であったが、2014年以降はコソボ代表としてプレーしている。フィンランドの HJK ヘルシンキで、 プロデビューを飾った後、19歳で、ギリシャのエックアテネ FC へ移籍し、ギリシャでは3シーズンを過ごした。2009年夏、オランダの FC2 エンテと契約したが、1試合も出場機会はないまま、2010年2月に、イタリアセリエ B のブレシアカルチョへ移籍。チームの昇格で、翌2010から11シーズンに、セリエ A デビューを果たした。 ブレシアが1シーズンでセリエ B 広角になったため、2011年6月にセリエ A の AC キエーボベローナへ共同保有形式で移籍。2011年9月11日のノバーラカルチョ戦でキエーボでのデビューを果たし、最終的に32試合に出場。シーズン終了後に80万ユーロの移籍金で完全移籍を果たした。フィンランドの世代別代表にも選出され、 2009年には弟のメフメトと,と共に U-21 欧州選手権に出場。2009年2月には日本代表との親善試合でフィンランド代表デビューを果たした。ありがとうございます。